ダリアウェーボビは、ポーランド生まれのファッションモデル。所属事務所は、イング、ウィノット。ウクライナ生まれと書かれていることがある。両親は、ウクライナ出身。3歳の時に両親、兄と共に、カナダの密さが21。現在もカナダ在住。芸術を愛し、多忙を極める中美術学校で油絵を学んでいる。類まれなスタイルと知的で、 ミステリアスな要望とは裏腹に、親しみやすいソフトな性格で、多くのクリエイター、写真家に愛される。ファッションショーの他、ボーグや W などの有名雑誌に登場。スティーブン・マイゼルやマリオ・テスティーノといった、写真家とよく仕事をしている。アジア映画が好きで、ウォンカー・ウアイ監督作品のファン。身長は180センチメートル。 B86W61H86。中学生の頃より、友人の母親が経営するカナダのモデル代理店に所属し、仕事を始める。デビューコレクションは2003年秋冬、その時から人気を集める。続いて2004年の春夏コレクションでは50を超える、ショーに出演。そのうちのアレッサンドロ・デラクは、BCBG マックス・アズリア、セリーヌ、クロエ、 エミリオ・プッチ、ジル・サンダー、ルベラ、マックス・マーラ、マルティーヌ・シット・ボン、ニナ・リッチ、プラダ、ゼロの十二の賞でトップランを務め、登場回数ナンバー一に輝く。その後も人気は高まり、2004から2005、ートコレクションでは三十の賞に出演。そのうちトップランは、BCBG ・マックス・アズリア、ジル・スチュアート、ケネス・コール、バーバリー・プローサム、マルニ、 ベルサーチの6回。2005春夏では33のショーに出演。そのうちトップランは、ビル・ブラス、マシュー・ウィリアムソン、マイケル・コース、グッチ、キャロライナ、ヘレナ、エミリオ・プッチ、オスカー・デラ、レンタ、ブンダー・カインドの8回。2005から2006周東コレクションでは19のショーに出演。インフルエンザでパリコレを欠席したため、登場回数は20を下回ったが、 トップラン率は非常に高く、19の出演賞のうちキャロライナ、ヘレナ、マルニ、ビルブラス、ベルサーチ、オスカーデラ、レンタ、マシュー・ウィリアムソンの5回でトップランを務めた。2006年春夏コレクションには不参加。2005年秋冬、キャンペーン、イブサンドーラン・リーブ・ゴーシュ、シャネル。2004年春、プラダ初のフレグランスのミューズとなる。2005年春、 ランコムとの契約を発表。2005年末に発売される香水、イップノーズのミューズとしての登場を皮切りに、ランコムの顔となる。2006年2月現在モデルズ、コムモデルランキング第1位。2006年2月開催の 2006-2007A、W ニューヨークコレクションには参加。また2006年、S、S のシャネルのキャンペーンモデルには3シーズン連続での起用となった。 ありがとうございます。